言ってるでしょ、ルカちゃんの言ってないです、隣だし言わない、こうやって呼んでるわけじゃないもんね、大丈夫よ、ね、アクセみんな細いからね、言ってないです、そういう子が言うんじゃない、そういう子が細いって言うんじゃない、言うんじゃない、だってさっきみんなでうわやばいっていう時石田氏だけあー本当にあのやめたがいいですよ、本当に私違います、あのデブかっこ笑いとか絶対ルカちゃんに言わないですか、じゃあ思ってないの、ルカちゃんに対してそういう気持ちはないの、全く、違う問題になっちゃうし、ちょっとサカッチとユリッペとかなんかそこら辺の、私だったらもうちょっと言葉を面白くして遊ぶ、このネタだったらもうちょっと嫌な言い方する、 よく関わってないからそれしか書けなかったのかなと思うんだけど、もっとあるやろ、いや細い子じゃない、そう細い子、あれだって体ルカエドなんですよ、ルカエドそんなに関係ないなんですか、でも前までね、もっとさなんか中身を知ってそう、そう知ってるから、なんか外見しか知らない人が言うじゃん、外見しか知らないって言われた、外見しか知らないじゃん、ミケとかどうも、ミケミケとか外見しか知らないから、それを見たまま知ってる、知ってる、なるほど、ね、わかる、言うのいいかも、さあお時間です、言い方が、今から七七さんだと思う人物一人を多数決で決めていただきます、この人が七七さんだと思う人物をせーので指さしてください、よろしいですか、せーの、さあ分かれましたね、分かれましたね、はい、まずミケイラさんは誰を指します、長野さん、坂地さんです、はいはい、どういうところが、なんか言いそうな、うんうんうん、言いそうじゃないですか、坂井さんを指しているのは、はい、クラスさんも、あ、ミケイラさんとクラスさんが坂井さん、はい、そう、あのご本人はいや、なんかこれがちょっと始まる前、うん、座った時に、うん、私の顔見てニヤッとした気がしたんですよ、なるほど、ちょっと分かんない、取れなかったよ、たまたまですけど、いいわね、行くわよ、たまに、ちょっとガチで言ってみたら、はいはい、私真剣に選んだらサカッチさんでした、なるほど、ちょっとニヤッとさ、ニヤッとされた気がして、サカッチは誰を指して、私は石田氏、石田氏、石田氏は朝井さんも指してるね、あ、ミケちゃん、え、石田氏は私一人ですね、うんうんうん、私はユリッペを指しました、細い子がやっぱり怪しいなと思って、長野さんはミケーラ、はい、私もミケーラ、あ、カエデちゃんも、いやいや、あ、どういうところが、どういうところが、いやもうミケしかその単語をユーサの人が浮かばなくて、うん、その子言わなそうよ、言ったもん、確かにね、なんかこの吹き出し似合うもんね、こういう吹き出しがあったらね、なるほど、キャラ的にちょっと言われてますよ、はい、でもなんかユリッペがさっきあのみんなでこう指さす前に全然わからへんみたいな、なんか何か私は絶対違いますよぶってたんですよ、うん、全然わからへんこの手がすげえやだ、やっていいじゃん、全然わからへん、今ディスんなよ確かに、ね、て完全なディスりだよなんかちょっと今怪しいなって、もう一回やって、全然分かんない、なんで絶対よ、今やめろよ、いやユリッペちょっと怪しい、なんかそれ、まあ、後輩ですし、まあ、言いやすいのかな、確かに、そんな言い方せえへんけど、事務所一緒だもんね、あ、まあ、一緒ですけど、そう言っても怒られないっていうのちょっと怪しい、あ、いやいや違います、さあということで、割れましたけども多数決では、ミケーラさんが七七さんだということになりました、さあ果たしてそんなミケーラさんは七七さんなのでしょうか、それでは発表します、ミケーラさんは七七さんではありません、おい、はい、違うよ、ミケーラさんは退場となってしまいました、初参戦、初参戦でいきなり消されました、新人叩きですね、いない、じゃあこのビスのカードをご紹介しましょうか、ミケーラさんへの、ミケーラさんへの七七さんがビスのカード、はい、こちらです、カエル顔のカエル好きなだけじゃなくて、でもミケーラすごいカエルが好きで、待ち受け画面もあのカバー、携帯のカバーも全部カエルなんですよ、だからなんかそれに関連付けた、それでもあんま知ってる人少なくない、で知らないよ、え、知らない、え、逆に知ってます、あら、うん、